アポロニアトリではガーナのベインにある要塞。アポロニアという名前は2月9日、セアポロニアの日にここに到達したポルトガルの探検家によって付けられた地名である。スウェーデンは1655年から1657年の間にスウェーデン領黄金海岸の一部としてアポロニアに交易所を設立した。1691年、イギリスの交易所がこの場所に建てられ、 1768年から1770年の間に砦へと拡大された。ゼマ族の族長、ナナアメニヒヤクパニーンディがオランダに対抗するためにイギリスに砦の建築許可を与えたことで作られた。このため、他の黄金海岸の砦が奴隷の保管所としての機能を強く持つのに対して、この砦はそうではなかった。奴隷貿易の廃止後、 砦出は1819年に放棄されたが、1836年から復活した。鳥出は1868年に、イギリスとオランダの間の大規模な砦の交換の結果として、オランダに移管され、オランダのウィレム三世にちなんで、ウィレム三世砦と解明された。しかし、4年後の1872年4月6日、1871年の、 ゴールドコースト条約に従って、砦はオランダ領黄金海岸全体と共に再度イギリス領となった。1873年、アシャンティとの戦争の際にイギリスの砲艦が砦を砲撃して破壊した。1962年から修復が行われ、1968年にガーナ博物館記念品委員会によって完成した。 2010年からゼマ文化歴史博物館として一般公開されている。ありがとうございます。